バラエティより。前回さ、どれぐらいなの期間？1ヶ月、まあ、ワンチャンあるわ。いや、年末年始遊んでる。確かにあ、でも確かにベンチとかめっちゃ上がるようになったんですよ。辛かったから。うん、名前が下ブレ、今回は上ブレで。あそう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 、あそこが下がってきて、それじゃ実際みたいになったら増える。それですよ、絶対。で、プロテインはなんか飲み始めしたんです。うん、だからもうベンチの重量とかも止まってますよ、ね。へぇー、ただ結構食事とかも変わらずって感じ。そう、特に変わらないんですけど、まあ、こっち2年目ぐらいからちょっと増やそうとしてから、増やしてからはもう結構自然に増えてたんですよ。うん、一気に止まりました。いっぱい食べたんですか？割と食べてたし、まあ練習量もちょっと減ったのもある。体脂肪も多分少し増えたと思う。今どれぐらい体脂肪率？11%ぐらい。あ、でも11はあるんだね。いや、太ってますよ、僕は。基本的に10はあって、うん、シーズン中だけたまに 9% とかありますけど。ああ、ああ、でもやっぱ 9% の時が一番勝負。へぇーダンスです。怖くて、でも本当にシーズンに向けて、今まだ1月だけど、そんなにこう極端に絞ったりとかしないの？しないですね、僕は。何回かやったことあるんですけど。なんかね、ファスティングとかやってたよね。絞ろうとしたことあるんですけど、やっぱうまくいったことない。それよりもしっかり練習量と練習内容を確保しつつみたいな。そうですね、継続優先で食事とかはお菓子減らすぐらいで。じゃあ、ね、何キロそれ？100です。これは、まだやったいですけど、これ3回やったら、うん、一番いい時より。これは強いよ。生きてみちゃう。
こっち乗り込みかな、うん、まあ、こっちさ、あー、うんうん、むずすぎる、意識するのが多すぎる、でこれを見てこっち見て、うん、こっちの、うんうん、そうね、やりづらいね自分たちの場所だからこそだよ、そういい気がする。いや、僕のイメージ的には、今年も出ようと思うんですけど、うん、やっぱ加速に余裕が持てる。200の方がでしょ。100だったら100ばっかりすると薄いじゃん。うん。だからつけて200の練習するわけじゃないんですよ。あ、しなくて、しなくて。200の練習はしなくて。めっちゃきつい。怖い。1秒99だっけ17秒あの、医療福祉の山岸、山岸ね、めっちゃ狭い、うん、まあ、山岸結局20秒台で走ったから、そうだね、去年ね、多分状況悪かったと俺は僕は思うんですけど、うん、さすがに結果なんか優勝するとお金もらえる、ああ、そうなの、加藤とか、うんうん、24食ぐらいもらったの、え、そんなもらえんの、え、そうそうそう、いいなぁ、2回したいんですけど48食、いや、全然、全然欲しい、いや、欲しいよ、それ全然あってもいい、軽いね、無理やり食べたいと思って、うん、だから控えたんですけど、ございます、でかいっすよ腰、ハブ、膝、全部全部お疲れ様でした。やっぱこの体作りの練習って結構大事にしてる部分でもある感じ？そうですね。もうめっちゃ練習できるわけじゃないんで、うん、走れるわけじゃないんで、こういうのでしっかり体作って走れる体にしていきたいですね。もうすぐね、全日本室内。もう始まりますし、はい、まあ、こういうね、もう外すごい今雪大寒波中なんで、できることをねやって、はい、頑張っていきましょう、失礼、頑張ります、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました、お疲れ様でした。